楽しそうなまま固まってしまったね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あ、なるほど、これが出来上がったってこと。あ、いや、どうも。ほら、高級カットフルーツを初めて作ったやって。やったね。ごめんね。これ私が作ってたやつだからもらってくよ。アイラさん、魔物もひとまず追い払いました。いよいよパーティーを開く時ですね。皆さん、今か今かと楽しみにしています。さあ、パーティーを開く準備はいいですか？いいよ、いいよ。わかりました。パーティーはあなたへのお礼でもあります。存分に楽しんでくださいね。ペロもこの日のために新しい衣装まで作って、髪まで染めて、やる気満々のようですよ。マジで？え？どこペロ？さあ、イラさん、思う存分パーティーを楽しんでください。主役はあなたとペロですよ。え、待って、私バリーの格好してない。え、あれペロ？え、ちょ、周りは女の子じゃないんや。むさ苦しい荒くれなのね。ペロー、ペロー。何？誰？ペロなの？これ。この世界に髪を染めるとかいう概念があるんやね。やばー、めっちゃ派手になっとるやん、ペロ。どうした？かわいい。めっちゃかわいいんだけど。いいね、いいね。あの子たちは踊らないの？バニーなのに。めっちゃかわいいんですけど、いいね、いいね。周りの荒くれたちよ。さあ、みんな盛り上がってる？あいな、楽しんでるか？このウホウホでムレムレな感じ、暑い夜のランチキ騒ぎは最高だな。なんかめっちゃ走ってんだけど、どこ行くの？ちょいちょいちょーい。いや、早いなさん、こんなにも賑わう街を見られるなんて、なんとも嬉しい限りです。ゴールドラッシュが戻るのはまだ少し先になりそうですが、その日も近いと私は信じています。島の人たちは長いこと教団の教えを信じてきました。心のどこかではわずかに疑問も感じながら。しかし、再び物を作る幸せをビルダーのあなたに教わりました。改めてお礼を言いますよ、エナさん。ただ、いくら大恩人であるあなたでも、うちの娘はあげられません。いや、いらないから。ペロを口説き落としてあなたの空っぽ島に連れて行こうなんて絶対しないでくださいね。あ、それはちょっとあれだね。連れて行くかもしれないけど。あー、すごいわ、すごいわ、とっても楽しいわ。よかった、よかった、楽しんでくれているみたいで。ペロのハッスルダンス最高だぞ。おいら生きててよかったぞ。それはよかったよ。あー、ステージで踊るペロさん本当に素敵です。死なない？大丈夫？無事？さあ、みんな楽しんでるの？あ、ゴルドン楽しんでる？あゆな、見ろ見ろ、ペロの踊りすごくいい。最高すぎて俺壊れそう。壊れないで、せっかく作ったのに。ペロの体黄金じゃないけど、すごくすごく輝いて見える。俺なんかよりずっとずっと。ペロ、やっぱり俺のお嫁さんにする。他の誰にも渡したくない。すごい情熱だわ。あゆな、いろいろ片付いたら俺たちの結婚式場をビルドしてくれ。それはペロの気持ちもあるから。あ、おじさんおった。あゆな、楽しんでるか？なかなかいいパーティーだな。こんなに賑わう街を見るのは何十年かぶりだぞ。オッカムールは発展していたのが地下だったせいか、ハーゴン教団がやってきたのは比較的最近だ。だが、町や行動、それ以外にも人が作ったもんは、手を入れてやらなきゃすぐにダメになっちまうもんなんだな。あゆな、こうしてパーティーを楽しめるのもお前さんのおかげだ。本当にありがとな。あ、シロ、そんなところに。あれが荒くれどもが求めてやがった、ハッスルダンスってやつか。なかなか面白い。あの動きは戦いにも活かせるかもな。マジで活かせるの？わかんないんだけど、全然。まあなんかね、楽しんでるみたいでよかったけれども。よっ、はっ、変な、一緒に踊れるんだけど後ろで。やば。あいな、私のダンス見てくれてる？
あなたが作ってくれたこんな素敵なステージで踊れるなんて、私とっても嬉しいわ。よかったよ、満足してくれてるみたいで。ペロ、俺との約束を守ってちゃんと踊ってくれるなんて、ペロはやっぱり天使だな。うんうん、よっしゃアイナ、パーティーに盛り上がりも最高潮だ。みんなでステージに乱入しようぜ。どうだよアイナ、パーティーのクライマックスに臨む準備はいいか。いいよいいよ。よし、そんじゃ俺とマシモでステージに飛び込んでくるぜ。アイナ、シド、おめえらも恥ずかしからずに来いよな。そんな場所で。踊り子のステージいらんやないか。全然ほら一緒の踊りしよりやん。おゴルドもやってきてる、楽しそう。なになになに、怖いんだけど。許さない。美しく光り輝くもの、皆に好かれ愛されるもの、皆の心を奪い惑わすもの、私許さない、絶対絶対許さない女なんや。くっ、なんだ今の声は。お、石化したけど。これでもうみんな惑わされない。これでみんな争わない。あれやろ、メドーサボール。また地下に戻ってった。うおー、ペロが石に。まさかさっきのが総督のメドーサボールってやつか。だがあいつは地下にいてめったに出てこないじゃなかったのかよ。おめえら、そんなことよりペロが楽しそうなまま固まってしまったね。こうなったの俺のせい。ペロ。人々は一晩中手を尽くしたが、ペロの石化を解くことはできなかった。鉱山街の復活とペロのダンスにやる気をみなぎらせていた荒くれたちは全てのやる気を失った。ゴルドンは悔しさに顔を歪めながらも、その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。なんか飾られとる。はあ、まさかペロがこんなことになるなんて。お願いします、アイナさん。どうかあの子を助けてください。めっちゃ楽しそうやん、なんか。うごご、アイナ。俺ずっと考えてた。ペロのこと、必ず助ける。メドーサボール、必ず倒す。メドーサボール倒して、俺、本当の力取り戻せば、ペロの化石、石化も直せるはずだ。だが、メドーサボールは地下にこもってめったに出てこないんだろ。どうやって倒すんだ。それに、みんなすっかりやる気をなくしてやがる。まったく頼りない奴らだぜ。ああ、まるであの時のようだ。鉱石が石になって、みんなやる気をなくして、島には活気がなくなったんです。アユナ、お前ビルダー。俺は荒くれに力を与えて、メドーサボールをおびき出すものを作れないか。メドーサボールは光物を狙って壊しに来るのよね。ピッカピカの建物を作っておびき出したらどう？ピッカピカの建物ならメドーサボールも黙っちゃいられない。きっとまた石にしてくるわ。何？メドーサボールをおびき出すために金ピカのバーを作るだと？金ピカのバー？何をそれ、素敵じゃない。それならメドーサボールもおびき出しそう。いい考えだとは思うけど、新しいバーを作るなんて言っても場所が足りないんじゃないかしら。そういうことなら任せておけ。おい、ミルズ、マッシモ。なんだよ、シド。オイルたちはもうダメだぞ。俺たちであそこをぶっ壊すんだ。そうすればアイナがきっと何か作る。どこ？上？あんな場所か？そうだ、悪くない場所だろ。けどよ。いいから立てよ。荒くれの遺跡はどこに行った？俺たちは町を代表する荒くれなんだろ？そうだった。すっかり忘れたぞ。おー、わかった、シド。誰であろう、ペロを助けるためだ。やってやろうぜ。はっはっは、そう来なくちゃな。さあ、俺についてこい。二階みたいな感じになるってことか。いい感じに上がっていけそうやね。おお前たち、悪くない壊しっぷりだったぞ。これで物を作る新しい場所ができたな。さあ、アイナ。あとはお前待ちだぜ。
この場所に町の連中に力を与えてメドーサボールをおびき出すものを作るんだ。おー、思いつくか。でっかでっか。え、なに？ゴルドン酒場設計図1を描いた。ゴルドン酒場。うわ、すごい、なんか豪華や。いいね。うほー、これは。なんてバカでかい設計図だ。これがお前さんの言う金ピカのバーってやつなのか？いいじゃない。金ピカのバーなら光物を狙うメドーサボールをきっとおびき出せるわ。だが、荒くれどもはこれでやる気を出すのか？あいつらがいくら頭の中まで筋肉でも。うおぉ！すげえ！なんだなんだなんだこれ！もうみんなきっとペロのことを忘れたね。楽しそうやもん、ちょっと。おぉ、わしらでこんなでかいものを作るのか？これが作れればペロを助けられるのか？あ、みんなで作ってくれるんこれ。あら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 。もしそれが本当なら、私たちもやるわ。いいわね、あんたたち。これを機に、私たちもハーゴン教団なんか抜けちゃいましょ。ペルちゃんのためにみんなと酒場を作るのよ。みんなまだ教団入っとったんや。うおー。まったくこいつらは、本当に単純な奴らだぜ。脳みそ筋肉だけじゃない。ん？脳みそ筋肉だけじゃない。これで最後の目標は決まったぞ。ミッション、目指せゴールドラッシュその3、ゴールドン酒場を建てよう。ゴールドン酒場を作るべし。酒場あればみんなやる気出る。メドーサボールを飛び出せる。それに何より、ペロの石化解ける。頼む、アユナ。金ピカの酒場、早く完成させてくれ。それはそうと、メドーサボールはどうしてゴールドンに見向きもせず、ペロを石にしたんだ？そんなの決まってるわ。島で最も美しく光り輝いていたのがペロちゃんだったからよ。メドーサボールはかつて、この島の鉱石を石にして希望を奪った。その時、俺たちは全てを諦めて、ハーゴン教団の信者になったんだ。それが今度はペロさんだったというわけですね。けど、今度はそうはいかないぞ。みんなでペロを必ず助けるぞ。昔から、そして今もこれからもずっとずっと、あの子は私にとっての光です。ああ、お願いします。アイナさん、シドウさん、皆さん、どうかあの子を助けてください。うおお、みんなで絶対ペロ助ける。みんなで金ピカの酒場作るぞ。ミッションスタートー。何？よし、アイナ、早速ゴールドン酒場作りに取り掛かるとしよう。それにしてもこの設計図、なんだか中途半端な感じがしますね。モンゾーラと同じやり方だな。設計図を3つに分けて作ろうってわけだ。うん、なるほどな。そんじゃあまずはこの1つ目の設計図から組み上げていこう。建築は俺たちも手伝う。だがみんな建築には慣れてない。作り始めの部分はお前さんに任せるぜ。お前が最初の部分を作ってる間に、おいで素材をたっぷり用意してくるぞ。仕方ねえ。誰やろう、ペロのためだ。地下行動恐怖症の俺も行くぜ。あ、じゃあ材料はまた全部集めてくれるんかな。そういうことか。それじゃあお前さんは作り始めの部分を組み上げてくれ。最初の素材は自分で用意してほしい。設計図をよく見て、金レンガの壁を50個、正しい場所に置いてくれ。それじゃあ、アイナ、いいところまで行ったら声をかける。設計図の土台の部分から組み上げてくれ。へぇ、金レンガ50個とかめっちゃ多いやん。金レンガの壁。土台の部分。土台の部分50個ってどこまでが土台？一番下の段だけってこと？ちょっとよくわからんねえけど。とりあえず、この辺の部分はそうってことかな。全然違うやん。え、どこ？え、どこ？あ、下の段じゃないんや、ここ。こっち？ここ。あとは？この辺そうなんかな？あ、合っとるね。ここはもう違うっぽい。あとは？ 1、2、3。
1,2,3 こっち側は、あ、違うんか。ってことはこれ上、ふんふん、50個がどこまで置けばいいんかがちょっとよくわからんよね正直わからんよね。1,2,3ここに置いて、ふんふん、しかしあと9個しかないっていうね。じゃああとここ横をよいしょこう置いていけば、まあ、とりあえずあれか、50個、どこでもいいけん50個置ければいいってことかな。そしたらクリアってことっすかね。結構なダメージを受けたぞ今結構なダメージを受けたぞ。さあそして金レンガの壁を、お、これで50個いけたね。 OKOK、 じゃああともうこの今持っとる手持ちの金レンガの壁を全て並べたら OK ってことや。いきましょう。さあ、これをすべて並べよう。みんな全然普通にプール泳いだりとか、元気そうやん。全然落ち込んでないやん。大丈夫、大丈夫、もうそんなの。これどこまでかな？端っこまで？ふんふんふん。そして、なんか間一箇所。ちょ、待って、これどういう状態かがいまいちよくわからんねえけど。1,2,3 ここ？ふんふん、今私がいるのは一体どこなのだろうかえ、で1,2ここここ多分、そして1開けてここも、今私は一体どこにいるんだろうか。この上もかな。あ、これは全然違う感じここは違う感じなのね。ほいほい、今私こっち側におるんでいいんかな。んーと、してなんか間この辺も、ふんふんふん。で、ここもやろ？あ、これで横の列がちょっとできた感じかな。今私は一体何を置いてるんだろうか。はいはいはい。この辺全部光る。みんなのために最初の50個置いて、一応もう置けた。お？随分組合が進んだな。あとは俺たちだけでもなんとかなりそうだ。マジで？うおー、あゆな。全然できてない感じがするけどね。はぁ、つえ、はぁ、ゴールドの酒場の素材集めてきたぜ。早っ。どこにかわからんけど。ああ、そういうこと？そこに置くのね。俺はありったけの金を取ってきたぜ。俺もだ。わしはそれらの金を加工して、大量に金レンガの壁にしたぞ。壁材の準備はバッチリだ。私は飾りを作れる飾り、ん？作れる限り作ったぞ。絨毯にカーテン、そして金のかがり火もある。肉料理プレートに常夏ドリンクも用意したわ。ペロちゃんが戻った時にお腹を空かせたらかわいそうだもの。おめえは俺たちのライバルだ。一人だけかっこつけさせはしないぜ。さあ、こいつを受け取ってくれ。うわ、大丈夫なんか。疲れてるよっしゃ、いいな。土台ができて、素材も集まった。これでゴルドの酒場を作る準備は完了だ。土台ができれば、あとは俺たちで何とかなる。設計図の組み上げは任せておきな。ありがとう。あいな、おめえはペロを取り合う俺たちのライバルだ。けど、愛するペロを救うには、お前に力が必要だぞ。ペロのこと、よろしく頼むぞ。いや、まあ、うん、頑張るけど。
あれだけアイナに対抗心を燃やしてやがったのに、まったく妙な奴らだぜ。それに、あれだけ怖がった地下行動に危険を犯してまで行くなんてな。こいつら、一体どうして。どうしたシド、アイナ。何か気がかりでもあったか。ないならみんなで気合を入れるぞ。ペロのためにこいつを完成させるんだ。えい、えい、うおアイナ、後の設計図の組み上げはベルダーでいる俺たちにもできそうだ。お前さんには俺たちが建築を進めている間、お前さんだけができることをやってほしいが。そうだな。例えば、設計図を完成するために必要な特別な素材はないのか。ほう、設計図の仕上げに置くブロックライトを赤く染めたいか。それなら地上の砂漠にあるオアシスで取れる赤の染料ってのが使えるかもな。赤の染料。オアシスは町の南西にある岩山から風のマントルで飛んでいけばすぐに行ける。岩山には櫓を使って登るといいぜ。ん？今まで行ったところではないの？そんじゃあいいな。地層を見てオアシスに行ってくれ。そこで赤の染料を10個手に入れるんだ。オアシスは確か偉そうなスライムを縄張りにしていたはずだ。くれぐれも用心して行ってくるんだぞ。まあ、でもスライムでしょ。だったらもう全然大丈夫よ。さーて、行きますかね。目的地は、これか、赤の染料。なるほど、すぐそこやんね、別に。ということなので、行きましょうかね。こっちの方向？はい、風のマントを使おうと思ったのに、全然使えてない。なんか、拠点を狙うモンスター現れたけど大丈夫？え？大丈夫なのみんな。じゃあ私全然矢倉とか登っていくけど。無事？さあ、これでさらに高いところまで登っていって。はっ。はっ。落ちるんですけど。え、落ちるんですけど。ちょっと待って。マジで待って。どれや。これか。よし、行く。行くぜ、行くぜ。なんかもう普通に歩いて行った方が早いし安全な気がするけど。飛んで行ったらあっという間って言ったけんね。それを信じて行こうと思います、私。はい、上がってく。で、こっちの方向でいいんよね。行くぜー。シューン。お、拠点を狙うモンスター去っていった。え、待って、どこ？え、どこ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 ？どこ？とりあえずあっち側に渡ってこ。よいしょよいしょ。もう最初から普通に泳いでいけばよかった。あ、やっぱり行ったことない場所なんや。なるほどね。うんうん。違う違う違う。よいしょ。ふぅ。さあ、どこだどこだ。あれ？あれ何？オアシスではない。あ、これか！桃の群れが現れた。これ？偉そうなスライムって。いや、確かに。ああ！氷で攻撃してくる。いや、やめて！とりあえず周りの奴らをやった。あ、待って。とりあえず導きの玉。はい、オッケー。オアシスにワープできるようになったよ。イエーイ。そしてもう全然こっちの方にやってくるやつ。これが赤の染料ってことかな？違う違う違う。違うよ。これでしょ？わかってるわかってる。はい、壊しまーす。おー、ほらほらほら、赤の染料や、これ。これを10個必要ってことか。あ、水の中だから全然。めっちゃ遅い。やばいやばいやばい。さあ、これをどんどん壊して壊して。ちょ、怖いからやめてよ。
よいしょ。とりあえず、あとちょっとや、あとちょっと。頑張って壊そう。はい。あと3個。はい、あと2個。あっという間にゲットできるわ、これ。怖い！よっしゃ、ゲット！やったね。ってことで、ちょっと待って、必殺技で。必殺技行こう。ヘイ！おいで、指導！撃てや！いいぞ、いいぞー。ああ！やめてよ。これ、攻撃にこれ使うことってどうなん？まあ、動きが鈍いけん、あれかな。普通に戦った方がいい感じかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。無念。おお、なんかいっぱい薬の葉やって、やったね。ゲット、ゲット。あと3匹やっつけよ。よし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 。やめてよ。はい、あとちょっと。あと君たちだけだよ。君たち2匹だけ。ちょ、水の中行かないでくれるかな。絶対君らの方が有利やろ、水の中。ああー、やばい、マリンスライムにやられる。ふう、危ない。なにこれ、魚ゲットした、やった。イェイ。さーて、それじゃあもうちょっと体力も危ないし、線量もちゃんと確保したので、じゃあとりあえず拠点に帰ろう。違う。違う違う違う。はい、帰ります。ただいまー。さあ、とりあえず、これをすべて受け取っておきまして、さあ、寝ようか。あ、待って。おー、びっくりした、びっくりした。おー、あいな、赤の青年を手に入れてきたんだな。これで設計図が仕上げられるわけだ。青年を使えば特定のものをその鉱石の色に染められるはずだぞ。ただ、ブロックライト赤を置いてもらうのは、設計図が完成した後の仕上げとしてだ。仕上げはお前さんにお願いするが、設計図の組み上げは俺たちに任せて、完成を待っててくれよな。了解。そうそう、ライトの染色には特別な道具が必要になるはずだが、お前さん何か思いつかないか？どういうこと？知らんよ。お、思いついたっぽい。新たなレシピをひらめいた。染色釜。色を染めるための液が入った釜。布や木でできた道具の色を変えられる。へぇー。まあ、リメイクってことよね。要は。染色釜で色を変えよう。一部のアイテムは持っている染料を使って、あ、8色に染色釜で色を変えることができる。そんなにあるんや、色。へぇー。じゃ、染色釜とやらを設置せんといかんわけだね。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に最終リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねーっていうタイミングでゴルドの酒場完成したんです。え、やばくね？え、やばくね？ってことで次回はまあゴルドの砂漠が完成したということで、砂漠？酒場？なるほどね。